古事聖語を紹介します。今回紹介する古事聖語は、越パンの思いです。この古事聖語の意味は、出過ぎたことをするなという意味です。で、えっ、ー、と、パンっていうのは、えっ、ー、と、田んぼのことですね。自分の田んぼを越えて他の人の田畑に迷惑をかけるなということなんですよね。で まあこの個事生後が僕たちの現代社会にどういうふうに当てはまるのかというと、まあ、余計なことをするなというと、まあ、この狭苦しい現代社会の中で人に言われた通りのことだけを過ごして生きていけばいいのか大の助っていうふうに思うかもしれませんが決してそういうことではないんですよねただ、まあ、自分が得意なこととか自分のテリトリーとか自分のまあ分別をわきまえた上で 自分ができることは何なのかっていうのを見極めた上で、まあ、TPO に沿ってこの場所では出しゃばったようなことをしない方が自分にとって得だなとか自分の仲間にとって得だなっていう風に全体を俯瞰して見るような癖をつけておかないとどんどん周りから、えー、と人が離れていくし結果として自分の評価もついてこないよということなんですよね例えば身の回りでいい例で言ったらあの自分が聞いてもないのに自慢話とか武勇伝とかあの話してくる人たちとかいるじゃないですかとか まあ自分の不幸自慢とかをする人とかいるじゃないですか。もう、なんだろう、う話しかけるだけでうんざりするような人たちってたくさんいますよね。か彼らみたいな人間になっちゃうんですよね。で、まあ、あの聞いてもないのに自分の自慢話とかする人たちっていうのとか、過去の、えー、と自分は若い頃はこうだったみたいなことを言ってくる人たちとか、まあ、なんか、わけもわからない価値観を押し付けてくるような暇人っていうのは、日頃自堕落に過ごしていて、あの、何の努力もしてないから、周りから認め,認められることがないんですよね。まあ、まあ、結局言うと、あのすごいって言われたいんですよ。ただ、自分がすごくない いいいう事実を受け入れられれららなかすごいって言われたくて自分のエピソードとか話すすんですよねただ本当にすごい人っていうのはわざわざ自慢しないんですよねだって自慢しなくても周りが勝手に褒めてくれるからだからあのまあ自,自分の話をしたいとか自慢話とか人の話を盗んだりする人たちっていうのはあ日頃周りから誰にも認められず、えー、とそんな自分を認めることもできない そんな哀れな人間だなっていうふうに生温かい目で見てあげたらいいと思うんですけど、えっ、ー、と、ま、一方でそういう人間にはなりたくないじゃないですか。ならどうしたらいいのかというと、日頃から、ま、見返りを求めず、あの、できる範囲で人を助けたりとか、えっ、ー、と、毎日自分に誇れるような行動、例えば運動だったり睡眠時間の確保だったり食生活を変えるだったり瞑想だったり読書だったりとかっていうのを積み重ねていくと、まあ、他の人たちに対して寛容になったりとか、あの、 まあ、いろんな積極的に行動力が増して、いろんなことができるようになるんですよね。で、いろんな行動をして、いろんな成果が手に入ると、あいつすげえぞっていう風になって、周りから褒められるようになったりとかして、もうあの、自然と自分の承認欲求とか満たされるんですよね。その結果自慢する必要がないから、まあ立派な人間、あの、すごい謙虚で能力の高い立派な人間に僕たちもなれるんですよね。一方で、努力を怠ると誰からも褒められないし、そんな誰からも褒められない自分を認めることができなくて、自分はすごいですよっていう風なアピールを周りにして、煙たがられて、さらに周りから人 人がいなくなる。周りからどんどん人がいなくなるのを引き止めたいから自分がすごいという風に思われたくてっていうようなネガティブなループに陥っちゃうんですよね。小学生時代のダイノスケもそうでした。だからそんな人間にならないように一般の思いっていうのをえっと気をつけつつも、僕たちはまず目の前の自分ができる作業とか自分ができる範囲ってどこなのかっていうのを見極めて、それら目の前の作業をまずはきちんとこなすことで、その田畑を越えて他の人たちのえっと農作業を手伝いに行けるようなそんな能力を身につけられるんじゃないのかなということを僕はこの孤児生後から 解釈していますということで今回は以上